号艇の滝本市6コース植木ドリーム戦は1マークまくり出して2番手争いだったんですが、2マークターンが流れての4着でした。本番でも枠なり前提スロー用意どんの形になります。人気は1番の杉山から3番市川、2番丸岡へ1、2、3、4、5、6スタートを切りました。6号艇が好スタート、篠崎です。さあその後絞り込んでいきます。一気に内側後手まとめて面倒を見た。6コースまくり6号艇篠崎元氏、スタートは前提正常でした。今日もオープニングレース6号艇がトップに立っています。篠崎、続いて1号艇の杉山、3番手は2号艇の丸岡、その外に5号艇宮野原、あとは4号艇渡辺、3号艇市川続いています。レースは1周2マークへ。6号艇の篠崎から突っ込んでいく2号艇をさばきに向かった1号艇の杉山となっています。杉山がさばいて2番手、そして3番手2号艇の丸岡となっています。2番手3番手定間は1停進半から2停進ぐらいです。2周回目に入っています。先頭抜けて6号艇篠崎戻し、その後ろ1号艇の杉山、たっぷり開いてから外へ行った2号艇の丸岡、内側くるっと回っていた宮野原が絶妙なターンを見せていきまして、さあ3番手2号艇丸岡との差を若干縮めていきました。それでもまだ3人停止ぐらいはあるでしょうか。レースは2周の2マークへ。6号艇の篠崎、続いて1号艇の杉山、3番手ですが5号艇が内くるっと回る、外前でかわしにかかった2号艇丸岡となっています。丸岡は現在も3番手ですが、5号艇の宮野原がじわっじわっと差を詰めていきました。定間2停止になっています。最終周回へ。前提スローの6コースから一撃まくり篠崎元氏トップ、続いて1号艇杉山博成、3番手2号艇の相当思い切っていった5号艇宮野原、宮野原全速ターン2号艇と並んでいきまして、逆に宮野原の方が少し出ているんでしょうか。バック中間では同体、インコース2号艇の丸岡、外5号艇の宮野原となっています。ラストターンマークへ。あっぱれ6コースまくり篠崎元氏、続いて1号艇杉山、3番手争い2号艇の外へ行った5号艇宮野原、宮野原全速ターン、ちょっとバランスを崩した。3番手争い最後まで接戦です。ゴール順はトップ6番の篠崎五輪、1番杉山五輪、その後ろは2番丸岡が五輪、後ろ5番4番ラスト3番の順で五輪。以上第1レース予選競争でした。